皆さんこんこにちは今日はですね「宋の時代の文化」ということでね始まりました文化史ね本当に人が多くてもうこの板書の作るの大変もう4枚になっちゃいましたけどでもですねやっぱ単純に覚えるっていうこともありますけど受験的に考えたらね。 できるだけこのあのそれぞれの人のやったこと功績なんかを見ながらですね、えー、あこんなすごいことやったんだなって感心しながら。 一緒に勉強していいいきたいなと思います、まあ、特に前半戦ですねあの儒教がですね手記という人でものすごいこう発展を見せるっていうですねあの私の大好物の哲学の辺りが出てきますんで、まあ、そこはちょっとですね、えー、世界史っていうぐらいですねちょっと倫理かなっていうぐらい入っちゃいますけどね、まあ、せっかくですんで勉強していきましょうさあさあさあ、えー、宋の時代の文化、まあ、儒教って書いてありましたね。 総学って言います宋の時代に成立した学問なんで総学なんですけれどもそれまでの儒教っていうのは孔子から始まったわけですよね。孔子先生は何をおっしゃってたかというとまあ人のあるべき姿社会のあるべき姿なんていうところですよね。それをまあ徳っていうもので説明していったわけですがこの総学はですねよりこう哲学的な ギリシア哲学とかね、まあ、そういったところともつながっていく感じですけれども古代ギリシアねもともと発展してきた訓古学これ覚えてますかねこれ何で発展したんでしたっけねそうですね佳境制度と相まって発展してきましたねちなみにどんな人いましたかこれね「梅雨」とか上限「上、ね、下」文化史出ますからね絶対出ますよさあそういった訓古学要するに 孔子以降残されてきた伝統的な書物を研究するんではなくてもっとですねこれ宇宙というのはですねまあ宇宙っていうとあのねロケットでいって宇宙みたいなあ,あいうのまあ,あれももちろん宇宙なんですけどまあ世界ですねこのお全てを指しますねえこの全ての根本原理って何なんだろうなみたいなねもうこれまさにギリシャ哲学のある系ですよねある系 さら、はい、にはこの人間の本性、まあ、本質と言ってもいいですけど、まあ、これをまあ倫理ねまさに倫理ですけども人とは、まあ、こちらはねどちらかというとあの伝統的な儒教のね流れから来てますけどねなんかこうなってくるとなんか随分ちょっとカラー違いますよね、まあ、こういうのが主流になってきましたよとじゃあどういう過程でというと4人人出てきますんで4人ねえー、しっかりと押さえていきましょう。まずこのシュートンイ 命が難しいですかね。これ、ね、口じゃなくてですね。ここがちょろんと伸びてんですよね。はいまあ、そういう字なんです。許してあげてください。中単位ね。こう書いてありますけどもね。11世紀初頭まあから後半にかけての人ですよ。何をやりましたか？とこどうかの影響とですね。儒教ですけど、廊下の影響無為自然とかですね。労組しそうですよね。こういったものとか。あと仏教の禅宗。 禅宗っていうのはやっぱりお師匠様からですね哲学的な問いを,を与えられてそれをこう座禅瞑想しながら答えに自分の中で追求していくみたいなねまあ言うなれば西洋哲学的に言ったらこう演劇的なそういうアプローチで本質にたどり着こうみたいなねこういう禅宗ですよねを取り入れたと。でさらにはこれ疫学中国でじゅずっと大切にされてきましたね五教ありましたね。 諸教駅教春秋来期、ね、その駅学ですね,ねえ、まあ、いわゆる占いみたいなものですけどねこれね本当にあに中華圏に行くとね盛んに前も、まあまあ、言ったかもしれないですけど私あの台湾の修学旅行をねあの下見に行った時に占い横丁って占い横丁って大変なことになっちゃってますけどね占い屋さんがいっぱいあってですねあの校長先生と二人っきりであの占いを受けちゃいましたけどね。 もう全て2人とも秘密をねあの共有してしまいましたが、まあ、そういう占いですね。あと「中庸の思想」これこの後出てきますから詳しくちょっと見ておきいきますけれども「まあ、中庸の思想」なんていうのを提案してですね独自の道徳論をまあ一応儒教の流れではありますけれどもいろんなものをこう吸収してですね「えー、行ったよ」っていうところなんですね。で 書いた本、これはもう本当によく出ますからねこ対極図説対極図説世の中をどう説明しようとしたかというとまあ疫学の中のこの陰陽説、五行説。ね陰と陽ですねはい五行出てきましたねこれもねあの初始発款のところ出てきましたね陰陽かってこれね誰でしたかねこ漢字が難しいね数円でしたよね数円はい ということでこの疫学なんかを用いて世界を説明したんでそれをね図にしたのが対極図これどっかの国の国旗ですねえね本当に仲良くしなきゃいけない国ですけれどもねなかなか難しいなね本当に日本人も大好きなんですけどねえこれ韓国の対極旗ですよねこれこっから来てんですよねどうですかもうそれ知っただけでもあなんかそんなねえいいことしたなみたいなねはいはいさあさあさあ 中陽って何ですか儒授教の中で重要だよってなってくるんですけどままここととくんいるでしょお名前でね聖子ちゃん聖子ちゃんあんま見ないなまあでもとってこれね新選組がまことって書いてましたけどね、あのー、だから日本ではこういうの大切にされてたんですね。さあ人にとのある状態誠実ですね。 まことですみたいなねこれどういうことを言ってんのって言ったらこれ実は人のの根根本本に対対極なんだ対極って,ってこれ宇宙の要するに根本原理ですね要するに人間が、まあ、例えばちょっとした行動でもいいですけどその行動の中にいわゆる、まあ、誠実だなってちょっとね身近な感じにしちゃうと誠実だなって感じるなぜかその人も誠実な行いをしようと思ってやってる。 で周りの人も「あこの人誠実だな」と思うそこには宇宙の根本原理が備わってるからだからみんなそう感じるのよとね、えー、そういうことなんですよね対極がある状態っていうのは物事の世の中の世界の本質に沿った行動を取っているとあなたは誠ことことくんですいうことになるわけですねこういうふう,う,うなことを言いました「こう中陽」というですね書物周到ン のお話になりますさあそうするとその弟子たちですねまあ弟子って,言ってもずっとべったり教わってたわけじゃないんですけどこれ抵抗と帝位という兄弟が出てきますまず抵抗からですね、まあ、非常に若い頃ですね14歳15歳の頃にシュートにから教わったのよとで同じようにやっぱりどうかの思想の影響を受けてます老僧思想ですねでその中からまあこの影響もあって万物は一つねなんかね、えー アニメのねあ,のあれみたいな感じですけどキャッチみたいな感じですけど、まあ、万物は一つというねまさに哲学的ですよね全てはつながっているということなんですね。でこの人が言ったとっても大切なことですね。まあ、人ってこれもまさに高先生が言った孔子が言ったね、えー、中心的なものですよね。人の中に起こる 自然発生的に起こる慈しみの心を」なんていう言い方をしましたけれどもねこれ女子博多のところちょっと思い出していただきたいんですけれども人の気持ちがわからないいますねこういう人ねいっぱいねあの私もね人の気持ちわかんないですけれども人の気持ちがなぜわからないそれは人がないからなのよとうんそして人がある状態というのは人の気持ちもわかるうーんそうか。 いうことなんですよねまあ、ちなみにこう人っていう存在についてこれをまあだから私もあなたも同じものに所属まあ同じものの一部同じものだから分かり合えるみたいなねまあ、そんなとこですかね。はいあと万物は陰陽二気ね。 要すするに光と影、まあ、二元論ですね。これで説明しようとしたなんていうところですね。でちなみに万物に法則性があるよーとね。この間あこの間じゃないなこれね別のあの授業ですけどもねニュートンがね「あの、万有引力の法則」なんて出しましたけどこれこういったような、まあ、全てにもっともっと身近なものも含めてねいやいやいや 万物の法則を理。理と呼びました理で我々はこれを直感して捉えることができる直感というのは自分の中でピピッとあこうそうだなって理解ができる瞬く間に。なんでそれは自分もにも理があるから。ね自分も宇宙の一部だから。っていうことなんですよね。これもなんかちょっと感動的な感じになってきますけれどもね。 だからここは、ね、哲学の話でこうこう深掘りしていくとあの東洋だろうが西洋だろうがまあ類似点っていうのは、まあ、もちろん違いありますよでも類似点って結構ありますねはいということでございましてですね、まあ、これが帝皇という人でございますはいそれでは今度は弟の音です定イですね先ほどの周陶唯の「イですけれどもはいこの人ももちろん周陶唯や、うん えー、抵抗のお話の影響を受けて、えー、発展させていく「ね、万物の法則は」は「理同じですね。宇宙の理とそれぞれぞまあ要するにいろいろな法則ね場所時ねいろんなところで法則本質的には一緒なんだけれども、まあ、そこの中からこうねそれぞれの理があるのよと。で理はまあ物事の本質を表しているのよと。 だから形が変わってたりね見え方が変わったりするけど本質は一緒。ねえー、でねでも本質は一緒なんだけど我々がこう目に見えるものっていうのはね例えば人間にとっても本当に千差万別いろんな人がいらっしゃいますよね。とかうんいろんな現象は形が変わりますよね。理自体もいろんなそれぞれの理があるんだけれどもこの現象っていうのもさらにもう十人といろ千差万別。 とととなるとこれは物質はキーと呼んでですね実際の現象物質的な起き,起きるものは「気」であってこの法則とこの実際に起きてるものの「気」この関係性力二元論なんかねちょっとプラトンのイデア論なんかとねつな、えー、がってくる感じがしなくもないですも、まあ、時代全然違いますけどもね場所も全然違いますけれども。 まさかプラトンのね台湾編読んでるわけじゃないですからねギリシア語でね。ということでこの「力二元論」というですね物事の本質、まあ、プラトンはねそれを今「イデア」と呼ぶわけですけれどもと実際に起きているもの、ね、プラトンはそれを例えば「影」と呼んだりいろいろな形で言いますよね。まあ、そうやって説明しようとしてこれを力二元論っていうんですね、まあ、非常に興味深いところですね。 で人間の本来の性、これは理なんですよね。物事の理を極めること。この極めるってのはポイントなんですよね。要するに自分の中に理はあるんだけれども、これに気づかないと。要するに極めていかないと気づかない。だから理のない状態。まあ、先ほどはね風神とか神とかって言ってましたけれども、えー、分かってるはずなんだけど気づいてないみたい。 だからそれを追求していかなきゃいけないんだよというような立場なんですよね。はいえー、ということで人間の本来の性は理にある「生息理」って言ってますね。人間のの本来性は理なんだよと、ね、なんだけれども「格物乳」と音読みねそのまま「格物乳」要するに「学ぶことが必要ですよ」と。何にもしないで。 理に気がけけるわけじゃないのとだから具体的に言ったらまあ本をいっぱい読みなさいよと先人たちのねさまざまな知恵を吸収していく中でだんだん理にたどり着くまあ確かにそうだなとまあね私もいろいろ本読んでてねいろんな人が素晴らしいこと言ってんだけどもうそろそろねもう何百冊とかで読んでると、まあ、大体同じこと言ってんですよね。えー、要するにオリジナル であの「都、まあ、ちょっつってインドに行って原章を読んでとかってなってくるあの気持ちっていうのはまあ分からなくもないなとどういうことかっていうと結局いろんな人がいろんなことを言ってるんだけどそのオリジナルがあるはずなんですよね。あの自分が全部思ったって人はまあほとんど、まあ、いらっしゃるにはいもちろんいらっしゃいますよだからそういう原点を読んだ方が、まあ、早いというかね。 結局それが純度が高いというかそこかからの方がが学びが大きいいいんじゃななみたいなね、まあ、そういったのは気持ちでしょうねで。とにかくいろんなのを学んで学んで学んでいくとだん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 それにこう共通する今言ったようなね共通するものができあこれは本質なんだろうなとだこの間 NHK で村上さんがね元村上ファンドの、ね、村上さんが事業が成功するあのビジネスが成功する人の共通点俺は分かってんだよと。 これ物でしょうねいろんな積み重ねで「それは何か?」エネルギーだよ。もう感動してしまいましたね。エネルギーがなきゃ始まんないよと。もちろん頭も切れなきゃいけない、ね、勉強していかなきゃいけない経験も積まなきゃいけないでもエネルギーがないやつは頭よくたって成功しないんだよっていうねすごいねやっぱ言葉の重みが違いましたよ。ということで皆さんもね是非エネルギーを高めてですね まあ、運動ししたりとかしてですねエネルギーを高めてそして確打ちち学び続けるということなんですね、まあ、ちなみにこういった考え方が「趣旨」この後出てきますよ「趣期趣旨」は先生ね趣旨にも引き継がれていくんですということなんですねさあ来ました「趣記趣旨」ね同じ人ですよこれね名前違ってるわけじゃないのよ「趣、えー」っていうのは先生 さあ、えー、ちょっと時代全然違いますね、まあ、ちなみにこの手記がまさに「博物父」っていう感じでねこういう人たちの残した書物を勉強してまとめ上げてそれを世の中に広めたんですよね。もう今の時代だっったらって感じですねでそうすると「おっこらすげえや」ってことでこ,ういうこの人たちにもスポットライトが当たってたみたいなねそういう人なんですよね。でこの人何を言いましたかというと自分の中にある理 は宇宙社会ののね全体の理と一緒だ、まあ、さっきから言ってくる話ですよねで先ほど出てきた「追求する」「極める」って話ありましたねこれのことを主規はね「きゅうり」っていうんですねまあ理をね追求するねあのー「極める」ってことですね「きゅうり」。それが社会秩序を保つために欠かすことができないと。ね。だからみんなが気づけばいいんですけど。 なかなか難しいんですよね。ということでそのとといいううのをみんながみんんんなながががやり続けててくことが大切だよよって言うんですよねちなみにここまた出てきました経緻情って読みますよ経緻情ねぜひねあのー、こういうところね世界史だけではこれ哲学倫理ですけれどもねこういう表現を覚えてほしいんですけど経緻情学って,って、ね、アリストテレスがやりますけれども、えー、形のないもの 形のないものっていうのは要するに理念とか言ってますよね。えーまあ、概念とか言ってもいいですけどもね。それが本質。ね。だから本質っていうのはだからイデアと同じですよ。つかめないの。これが本質だみたいな俺が本質だとかそんなありえないですよね。だから理想でもいいですしね。はい。えー、そういったもの形のないもの刑事・経時上のものこれを理というんですね。で、気は 経化物質的ね、形のあるもの形自上は形のないものと定義するんですね。で「き」には運動性があります運動性というのはつまり変化しますすねえ移ろっていくわけですよもう私たちが今目の前にあって触れられるこの者たちを指すわけですね私自身も含めて。それに対して「理は規範であったり法則なんですよと。この運動性に の根底にあるルールーこれを「理というとだこの「理に気づいてくればこの「木」の運動性も理解ができるようになるいうようなね、えー、世の中のだからそれがもっと広がって人とはどうあるべきか国とはどうあるべきかっていうことにもつながっていくっていうことなんですよねここら辺ねはいまあ「利」は「木」に秩序を与えるとねということなんですよ。 で、ちなみに主旗はそれまでの五経、さっきもちらっと言いましたけども、四経、諸経、益経、春秋来期。ね、この五経に対して四書っていうのを提案するんですね。五経よりももっとこれで勉強しようぜとね。えー、大切だよというようなね、えー、これがあります。これぜひ押さえてください。大学中央論語孟子 ね、これよよくご存知ですすねね論語は聞いたことあります、ねこれね、孔子が書いたんじゃないんだよねこれね弟子たちが孔子の原稿録をまとめ上げたものですよねこれ書子発刊の時にも言いましたけど是非一度読んでいただいてねさらっとでもいいですよもう気になったところでももう皆さんのお、まあ、特に若い世代の、まあ、年配でもね誰でもそうですよ私も含めてこう人生の指針になるようなねアドバイス いいいいっぱい入っっぱぱ入てますもう本当にいっぱい入ってる、ね、一人で思い悩むんじゃなくてこういった何ていうのかな偉大な先人の出した答えみたいなもん答えかなみたいなやつに触れるっていうのはすごい大切だから本読んでほしいもう漫画で論語っていうのもありますからね読んでもらってあの吸収していただきたい。ね、あと申しこれね あのー、人の名前ですよね書物にもなってますけど「性善説」「特殊主義」とかってね、えー、まあこういったものねこの2つはねよく知ってるやつですけどこれなんだこれとあと「中央」って先出てきましたね前のページだ「中央ねあの周到院のところでね「大学と中央大学だよ」とねあの受験を考えたら大学行きたいわーみたいなね の受験どうなっちゃうのかしらみたいな感じですけれどもねこの「大学」まさに高等教育のことですよこれ。えっ、ー、こ書きましたけどちょっともうちっちゃいねこれね。はい、国家のの統治を行うものこれ要するに当時の大学大学っていうのはいわゆる高等教育なんですけれどもいわゆるスーパーエリートたち国を統治するような役割を担う人たちの学びのことを指しているんですね。 今の大学もそ面もある、ねはいあでねその人たちに大切なことこれこれもね教育直後じゃありませんけれどもね戦前の日本の授業でこう「終身」っていうのがありましたねこれこのこれの影,響ですよ主様の影響ですよ「終身どういうことですか?」ってここね「徳を身につけなきゃいかんよと」とね「徳を身につけることただ勉強だけをしてですね、まあ、体を鍛えてでも 徳が身についてなかったこの「徳」の話と「理の話と「木の話とこ密接に結びついてくるわけ。要するに「利」を理解することっていうのが「徳」を持つことにつながっていくっていうことですよね。これ今の時代もすすんじゃないですかねただただね世の中で成功したいとかってね金持ちになりたいっなってもいいけどそれで 世の中のためにどう自分が役に立つのか貢献するのかみたいな話ですこの終身ね小中学校で道徳ねたっぷりやってきたからこれねバッチリ身についてるはずなんですけどね赤外とかやってませんでした大丈夫ですか道徳の時間ねダメですよはいということでこれを終身ねえするということをなんか提案者もこれが教科の名前にもなったんだよっていうことなんですね はい、あともう一個中央の話もうちょっと先ほど出てきた宗教院の話からさらに深まりますけれども中と和、ね、まあ私も和明で和が入ってます平和の和が入ってますけれどもね中というのは感情が湧き起こる怒りとかね笑いとかね悲しみとかもあの今朝も朝ねあの今日はあの子供も起きてくれたんでね一緒に走ったらね あの娘の方が足が速いっていうことでね非常に悲しみの感情が沸き起こりましたけどこれに感情が沸き起こる前の段階何もない平静な状態これを「中」っていうんですね「中」の状態でこの「中」の状態を理解し体得しそうすると感情が沸き起こっても「悲しい感情が」とか 嬉しい感情がとかって沸き起こっても、それをこう調和させられるようになっていく。ね、まあ、今話題のね、心理学的に言ったアンガーコントロールみたいなね。怒りのコントロールみたいな、これちょっと四法のところでもちょっと触れたところですけれどもね。まあ、そういったところ、これと、これを説明しているような書物なんですよね。はい、そうすると、世界が落ち着く。まあ、確かになと。ね、みんなが感情的にならなければ、まあ、感情が調和してれば、みんなね。 あの幸せせに暮らせるよねねねっってていいうのは、ね、イメージ湧きまますすこれ言ちなみにこれね私立の大学とかだとちょっと触れたりしますよこれ来期遅っき出てきたじゃないかと五協ね五協、ね、の中の来期に来期の中にある各一章ずつこれをピックアップしたものただしこれはあもう手記の思いがあ手記の研究があ多分にあの含まれてる。 だから純粋に来期とは言えないんですけれどもねでも元は来期にあった一節まあ、一生を分を膨らませたものということでこれが師書ね手記の提案した師書だから師書五教ってなっていくわけですよね。はい、はい、手記のお話続きですけれども手記は有名な書物は2つね、えー、押さえておきましょう。 中とし中って読むんですよねなくてゅ中。でこれは何かというと師の解説書あともう一つこれ見たことありますね「史実眼項目」って読むんですこれ史実眼史実眼っていうのはこれは歴史書でしたね項目がなくて史実眼っていう歴史書これ誰書いたか芝光でしたよね芝光大安石とね 対立した芝子この後も出てきます、はいでね、この歴史書の中で、えー、手記が今いろんなことを注目してですね書いてるんですけどその中でとても有名なとても重要なこれ大義名分論っていうね大なんか聞いたことありますよね大義名分が立つみたいなね要するに自分がやってる行為にはですね根拠が出てくるとこれ政治家の人なんかはねまさにこの大義があるのかね そそれこそ今あの大河ドラマとかねまた戦国時代やってますけれどもねお殿様がね家臣に大義であったみたいなあの大義ですよね。はいえでその中で述べてるのがこの家臣と主君の間のね関係あるべき姿なんていうのを語っていてまあこれが日本にも入ってきてですね武士の主従関係の中で広く受け入れられていったなんていうところがあって。 まあ非常に影響力が大きかったよということでございます。はいさあもう一人ですね手記のライバルなんですけどリクキュエンというですねこれ松山、ね、これ幕末のね佐久間松山っていうね人がこのお名前頂い,いてますけれども宝術指南役でですねあの坂本龍馬なんかともね影響があったなんても言われてますが、まあ、暗殺されちゃいますけどねまあそれでは別人ですが。 陸救援ちなみにこの陸っていうのはですね三陸なんて言われてねあの三陸リアス式じゃありませんよあの名家中の名家ね儒、えー、学の世界の中ではねまあその中でもまあ天才って言われた人ですけれどもねこの人がですね手記手記に対してですね「お前は間違ってる!」って言ってですね対立する意見を提案するとこれが「神足利」あれとこれさっき「聖足利」って言いましたけどねこれ神「神足心がすなわち利であるなんだ心って言って。 いいいいやいやいや心っていうのは理だよとつまりねこれあなたの心です心。でねこれ言ってることは基本的に一緒なんですよ。どうやって理にたどり着きますかっていうねただそのどうやってが違うっていうね手記が言ったきゅうりいろんな人のいろんな理を勉強してね理にはそれぞれの理があるから。 そういったもうありとあらゆるものを勉強することで「理が見えてくるよっていうね「きゅうり」ってこれはおかしいと。違うと「理は自分の中にあるよと。だからこののの心以外のもかのから何かを学んでくるると理にたどり着けるそれは間違ってると、ね、だから自分と向き合って自分の中からおのずと出てくるものなんだなんてここは「真即理というですね対立ということになっていきました。 これ哲学のお話でした、まあ、次は別のお話全く別の話今度は歴史の話ね先ほど出てきましたねこ、しばこね、えー、史実が戦国時代から春秋戦国の戦国時代ね、まあ、キングダムもね合唱軍大変なことになってますからね、まあ、それよりも漫画はね早く出てほしいですねで戦国から5代までとねこれこれ重要ね 変年帯で書かれてますよって、まあいわゆる「歴史を年代順に」っていうね箇条書きみたいな感じで何年にこういうことありましたよなんて書いていくスタイルだねこれともう一個覚えとかなきゃいけないのが芝線とかがやったねえー、はいそうですね祈伝体ですよね、えー、本義と列伝ですよねでその列伝はあお話になってるわけですよね、えー、英雄列伝ですよ ということで、まあ、この2つの歴史の書き方ね、えー、変年体と記念体とても重要ですねこっちは変年体で書かれてますよとさあ王葉衆です王葉衆ねはいこの人も歴史書いてます新五代史という歴史を書いていますということですねはい次えー、美術ですけれども2つ二大潮流ね 北画と南画って言ったりもういろんな呼び方あるんですよ。北州画って言ったり南州画って言ったり。あともう一個引体画引体画って言ったり文人画って言ったりするんですね。はい。どれでもいいんですが、ちなみにこの引体画っていうのは画院から来てるんですね。画院というのは何かというと国立のですねあの芸術をね奨励するまあ、学校みたいなね。 そういう組織、あの学校というか、まあ、研究する組織、<laughs> 大学みたいな。で発展したんで、まあ、引退がって言うんですけど。特徴があります。写実的。みやびな、みやびなですよね。貴族風の。宮廷趣味って書いてあります。貴族風の文化。ね。だから、担い手はっていうと、王侯貴族、なんつったと書いてありますか。奇想。ね、きの字間違えちゃだめよと、ペロンと一問、あの一本入ってますからね。この貴想のね。 トーキューズってこれいいですねあのハトちゃんがねモホモホのねふわふわのハトちゃんがですねあの桃の木の枝に止まってるよみたいなね有名な絵ですよねああいった雰囲気写実的でありあのびな感じもうまさにその通りですよね、まあ、そんな絵でした、まあ、それに対して「南画」っていうのは儒教とか詩人の教養人である死体不階級ね 新ししい支配者層でしたよねこういう人たちがにな,になったでしかも禅宗仏教の禅宗,の禅宗の影響もあったりしてるよなんて言うんですね素朴なですね力強い感じもうちょっと雰囲気ガラッと変わりますねこっちはもうきらびやかな、ね、優雅な感じに対して、あのー、自然を描いたりするっいねはいまあそんな感じですねこれが絵です。絵実際の絵もね 合わせてこれあの資料集なんか見てもらうとね全然違いますよね全然はいね引退画と文人画の違いあとこの「清明浄画図」ってねめちゃくちゃ有名なあのこんでっかい絵「当時の宋のはにぎわいを」なんつってねこれ中国にあのこれを再現したテーマパークがあるっていうねこれテーマパークまあ、一応行ってみたいですけどもねどんだけにぎわうんだろうなっていう感じもしますけどもねあるらしいですよ、うん はい、ということで、えー、次は工芸品ですねなんつっても磁器ですよ磁器青磁と白磁緑色や青色の美しい磁器ねこれが青磁それに対して白磁白磁の素地に透明なこれ釉薬と。 って言います、ね、釉薬ね色をかけるためのねえー、ですよこういったようなね結構素朴な感じの焼き物ね、まあ、陶磁器ですけどねがあのメインですよこれやっぱテスト的に言うとこのお名前もそうですけども写真でねあっもう全然違うじゃないのとこの後の時代も全然変わりますよだってこんなになっちゃいますからねこれすごいね 赤が。出てきますから、ね、赤がじゃあ何でこんな風に変わっていくのかなっていうのが、まあ、この後のですね時期の歴史っていうのも面白いところなんですけれどもね、えーまあ、モンゴルの辺りからガラッと変わっていきますということでございます。さあさあさあ続いて今度は文学ですね。とう八大化八大化とか八大化とかね。東とと宋の時代の8人の超有名人。です。唐の時代はもうすでにありました。関 いうの字がねやですね。龍宗元劉総言。さあ次々、総の時代にですね、六人いらっしゃいます。王楊朱さっき出てきたの五代子ね。総順、総植、総鉄。まあこれも三総って呼ばれますね一族ですね。王安石、新法ですね。総強ね字がちょっと書きにくいねこれね。これ覚えてください。もう絶対に覚えてください。テストにも必ず出ます。はい。 ってことで8代かねさあ続いて「詩」ですね「詩」あれ字が違うぞみたいなね「ポエム」じゃないのみたいな唐の時代のね唐の,字あの時代の詩「唐詩」ってパパッと頭に浮かびますか、うん、ね「李白とか「徒歩」とかね「多い」とかねいましたね「えー、白巨い」とか字が違いますよね「んで?」って言ったらこれ。 音楽に合わせて歌うだからほら今でもこれ歌詞っつったらこっち使いますよね使い分けてるでしょこれどっから来んのっつったらこのお話から来るわけですよ皆さんすごいこと知っちゃいましたねはい次宗教ですね宗教仏教禅宗さっきから何度も出てきますね座禅を組んでねあの乱れるピシーってこう叩かれるやつありますがあれ禅宗ですねこれが死体不階級に受け入れられてきましたよとあと 浄土宗ねねますよ、ね、あのお経もね日本語で読んでくれたりしてねわかりやすいやつですけど要するに極楽浄土に行けますよと念仏となればってやつですよねこれ庶民に広がっていきますはいあと全神経これ前も出てきましたよね金の頃でしたよね王十用呪仏道の融合これ道教の一派ねこれ復讐ですよ、はい。こういったももののが宋の時代にもね 流行ってえー、まあこれが金の時代にぐっと流行るわけですけどね。はい、さあ最後科学科学中あのえ中国って科学なので何をおっしゃいますかもうこの時代もうちょっと先まで世界の中心は中国ですからねだから今の時代につながるような重要な発明っていうのはこの中国から発信されてってるんですよ。さあ「羅針盤の実用化、ね」ね大航海時代ですよこれが。 ヨーロッパに渡って豪の実現ということですね、はいえー、羅針盤コンパスですねあと火薬鉄砲のもとですねこういったものの実用化であともう2個あります木版印刷ね版画みたいなやつこれはもう随唐の辺りから見られてきましたよとあと聖司法漢の時代って書いてありますねこれも復習ですよこれ五漢の頃でしたね 誰でしたかね関岸のねサイリンでしたよね漢字書けるかなサイ,リンサイリンが和帝というね平和の和の、えー、皇帝ですねに検索しましたよという話でしたねこの4つを合わせて中国4大発明どれも重要でどれもめちゃくちゃ重要ですよねはいということで、えー、曹の時代 ちょっとね、重量は急でしたけどもね分量もいっぱいありましたけれどもどれも結構興味深い内容だったかなと思うんですねまあ、ちょっと哲学に重きを置いてやりましたけれどもねはい、是非繰り返し復習をしてもらってね文化社は時間かかりますんでねとにかく慣れれ親しんでいいただければなと思います。それではまた次回会いましょうさようなら